YouTube を出すきっかけになったお話であったり、実写動画なんで出そうと思ったのかであったりを、まあ、軽くお話ししていけたらなと思います。さあ行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども初めての実写動画となっております。はい、ということでこの実写動画、初実写動画ということで、まあ、記念にですね、大きく2つお話ししたいことがあります。まず1つ目ですね、アーキソフトのメンバー紹介、自己紹介ですねをまずしまして、2つ目にですね、アーキソフトとして何をしているのか、まあ YouTube を出すきっかけになったお話であったり、実写動画なんで出そうと思ったのかであったりを、まあ、軽くお話ししていけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでまず一つ目の自己紹介を先にやっていきたいと思います。はい、まずですね、僕がアーキソフトの代表をやらせていただいてます、大阪工業大学工学部建築学科、まあ、3回生、今21歳なんですけど、のセナと申します。ツイッターでは知っている方もおるのかな、セナとテンパ丸メガネ建築生というテンパと丸メガネで、まあ、やらせていただいて、テンパと丸メガネでやらせていただいて見てるんですけど、まあ、そんな感じでやってます。まあ、僕が使えるソフトはですね、まあ、YouTube でもやってる通りアーキケドとツインモーションです。まあ、僕が基本的に撮影をやっております。なんでアーキケドツインモーションに関しては、だいたい学生、まあ、学生が使う分に関しましては、まあ、だいたい何でも教えれると思いますね。ぜひぜひぜひ、まあ、YouTube のコメントであったり Twitter の DM であったり、まあ、質問箱でもいいんで、何でも聞いていただければどんどんどしどし答えていくのでよろしくお願いします。はい、でもう一人実はメンバーがいまして、知ってる方もいると思うんですけど、はい、もう一人のメンバーの紹介します。主にアーキソフトで動画編集を担当してます、森です。僕は、近畿大学の建築学科の3年生で、なと同期です。高校が同じ学校に通ってて、うん、そこで仲良くなった友達です。僕が主に使えるのはフォトショップなんで、今後はフォトショップの動画も出していこうかなって思ってるので、ぜひ見てください。そうですね、もう高校の時に、まあ、高2高3で同じクラスになって、でたまたま建築っていう同じ道を目指すものとして、まあ、それをきっかけに今でも仲良くさせていただいてるっていう状態です。まあ、なぜかコロナで僕が YouTube をやろうと思ってた時期に、たまたまなんか LINE して、何してんのって言って、夜中にいきなり YouTube やろうとしてんねん、なんか面白そう、やるわ、やるいいなっていうか、あ、やる、うん、やるって言ってくれたから、なんか今やってます。名乗りでやっちゃってる感じです。まあ、そんな感じで自己紹介は終わりになります。で一旦ここでモリモリはおさらば。はい、ということで2つ目の項目ですね、やっていきたいと思います。なんで僕たちが、まあ、アーキソフトとしてやり活動し始めたかっていうのをまず説明させていただきます。まあ、先ほども言った通りね、まあ、簡単に言えばコロナを機にやろうと思ったんですね。コロナで大きく時間が空いてしまったんですよね。で、大体の建築学生って、まあ、コンペであったり自分の作品のブラッシュアップであったり、まあ、その他もろもろをやっていると思うんですが、僕の場合ですね、普段からアーキケドツインモーションが、まあまあ自分の大学の周りよりかは、まあできていて、みんなに教えてる立場ではあったんですよね。で、何回も何回も同じことを聞かれたりするんで、まあ、それを一つのまとめて動画にした方が、まあ効率良くないかっていうことで YouTube にしたり、あとはまあ自分がなんか、そうですね、コロナきっかけに何かしたい、何か挑戦したいな、この家におる時間にあたり家できること何かしたいなっていうのが、まあ一つあったんで、 YouTube をやろうって思って1本丸々を自分でやりました、全部。で、その時にたまたまさっき言った通りモリモリから、あ、さっきモリモリモリって言ってるんですけど、モリモリから LINE が来たんで、なんか来て、なんか乗り気やったんで、じゃあやるかーって言って今やってるみたいな感じです。で、もともと僕が結構与える人に何かをして喜んでもらえるのがすごい好きなタイプなんで、質問してくれるのはすごい嬉しいんだけど、さっきみたいな理由で YouTube を始めまして、で、その他にですね、 YouTube をやっていてもありがたいことに、まあ知らない人からとか、 YouTube を見ていただいた方とか、まあ、Twitter フォローしてくださってる方とかから DM やコメントで質問を多くいただくようになりました。で、それをまあ答えていくうちにですね、まあ、やっぱ動画を上げてもなんやかんや、まあ、できない人も絶対いるっていうのも分かってきたんですよ。僕の身の回りにもいたんで、そういう人たち向けに僕は結構、まあ、直接教えてたりしたんですけど、友達だったりね、したら、それじゃあ知らない人、言ったらそのそういう質問してくれた方とかには実際返せないじゃないですか、指導ってか講義をできないので、それだったらもう実際にもサービスとして一旦やってみよう、
ということでこのサイトを立ち上げました。この度サイトを立ち上げて、そこで最初はちょっとお金をかけて、お金をその対価としていただいて、でその分みっちり教えるっていう、そういうサービスをやろうと思ってたんです。でもよくよく考えたら僕ら拳銃学生ってお金がないんですよね。まあそれはそうですよね、まあ、僕も全然なくて今、まあ、コロナきっかけにもありますしね、今なんせお金がないと。でも絶対エアキケドとか使いたい人はいっぱいおるんですよね、まあ、そういう矛盾が今生まれてることに気づいてまして、ある日でそれを解決するにはどうしたらいいかなって考えた結果、無料にするにはエアキケドツインモーションの講義で、今僕が今撮影してるこの YouTube、 この2つを今点々で考えずにこいつらを結びつければいいんじゃないかなと思いました。まあつまり言うと、このお金を払わないでいい代わりに YouTube の新しい登録者数を3人増やしてください。それ友達にお願いってやってって言ってもいいし、もちろん親でもいいんですけど、なんせ3人プラスで追加することができましたら、その分無料でお教えすることになりますっていう風なサービスにシフトチェンジしました。まあ、これの詳しい説明についてはアーキソフトのサイトに載っておりますので、こちら概要欄から見ていただけるとありがたいです。そんな感じで僕らはですね、アーキーソフトでの YouTube であったり、まあ、指導であったり、まあ、この指導の中にはモデリング代理やレンダリング代理もあります。まあ、その他にですね、有名建築の、まあ、モデリングをどんどんしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、これはまだ未実装なんで、あと今度詳しい話はしていきたいと思います。はい、そんな感じで今このやってるんですけど、でこれ通じてですね、僕らコンアーキーソフトのコンセプトとしましては、建築ソフトに限らずこれからどんどんやっていけると思ってるんですけど、今一旦建築ソフトでやってるんですけど、僕たち0から1、建築学生のスタート一歩目、第一歩目を踏み出すきっかけになるような、そういう団体、そういうチームになっていけたらなと思っております。まあ、それをそういうコンセプトを軸にですね、建築ソフトのみならず建築学生に向けた建築関係のいろんな情報などをどん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 これから取り扱っていけたらなと思っております。はい、そんな感じで、あ、もう一つ言い忘れてましたね。なぜこうやって対面で顔を出してわざわざやろうと思ったのかと言いますと、実際顔を出した方が信用されるかなと、もうそれにつきます。それだけです。顔を出すと出さないとでは、多分今までやってる画面ばっかだったんで、画面で僕が喋ってるだけだと、まあ、分かんないと言いますか、感情が伝わらないじゃないですか、どれほど重要なのかと、まあ、そういうのも、まあ、どんどん顔出ししていろいろ絡み合わせて、もっともっと分かりやすい動画作りにこれから励んでいきたいかなと思っております。はい、そんな感じでこれからの目標を一つここで掲げたいと思います。僕とモリモリ一つずつあるんで、僕からまずやりますね。僕の目標です、年内でチャンネル登録者数1000人いきます。今はまだ230人ぐらいです。今のペースだと、まあ、月7、80人、70人ぐらいで上っていってるんで、今のままだと全然間に合わないんですけども、それでも僕らはちょっともう宣伝に、動画投稿に、いろんなサービスをもう頑張っていって、で年内で登録者数1000人目指そうと頑張っておりますので、応援よろしくお願いします。そしてモリモリからももう一つ、はい、僕の目標は、動画を週に1回投稿することです。主に編集担当なんで、セナが撮ってくれた動画を面白く分かりやすく、動画編集週に1回はちゃんとして投稿していきたいと思ってます。設計で忙しいけど1週間1回は最低でも絶対出そうと思うんで、頑張りますので、応援だけよろしくお願いします。はい、僕らこんな感じで目標を決めて、しっかりと、まあとりあえず今年中はずっと突っ走りますので、応援よろしくお願いします。はい、年内チャンネル登録者数1000人、頑張れ、応援してるぞと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。この2人初めてでめちゃめちゃ緊張してるやんって思った人も高評価とチャンネル登録お願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。